はい、どうも、じゃあザコザマネーです。今回は第1回目のケースクラン最強決定戦でやりたいと思います。じゃあまずエイタ先輩 VS ココ。じゃあ頑張って。俺ココ応援するね、やっぱり。じゃあ頑張って、レディー、ファイト。オッケー。日本選手、ね、そうそうそう、先に2本取った人が勝ちね。おー、頑張れ。ここ今の気持ちはやばい、めっちゃ緊張してる。エイタ先輩は、まあまあ同じく。エイタ先輩は何位取りたいんケースクラン16人中の、16人中のまあトップ5ぐらい行きたいなと思ってます。おお、ココは16人中 何位ぐらい取りたい、まあ、トップ10ぐらい。3位。オッケー、頑張って。エイタ先輩をまあ、倒さんと、まあ、3位にはいけるかも。頑張って。まあ、今ちなみにダメージ2人とも当ててるんで。おっ、ないよ。ハイグライン今取ってるのはここ。ナイス。あ、やばい。オッケー、リセットしていいよ、一回。じゃあ、でリセット。もう最高高度近づいてたしな。エイタ先輩編集しない。うわー、ワンボックス。あー、でも落ちた。エイタ先輩結構もうハイグラになって落ちたら壊していいけど、この距離やったらもう壊さない。どうもどうも、ここ。うわー、うまいね。ここはハイグラ取ってるけど、今33くらってるの、ちょっと不利かもしれない。お、50? ナイス。エイタ先輩のもうダメージ的にも結構ナイス。あ、張り替えはまだ。お互い PS5 VS PS5。 ここ危ない、危なくね。一段下がった方がいいかも。ナイス。ここじゃあ一回ここでリセットしましょう。一回リセット、リセット、一回攻撃なしでリセットしましょう。ここ頑張れ、これなら勝ちよ。よし、ここ段差でした。ここイボルだけじゃなくて一回上がった方がいいかも。ずっと打たれるよ、やばいね。やばい、あと18しかないよ、 HP。頑張って。ここ頑張れ、ここ応援してるよ。まあエイト先輩でもハイグラのあれが熱。熱っ、わー、勝ったー、勝ったー。やべえ、じゃあ日本選手、日本目いくか。日本目いこう、もう手変えずに。OK、 レディー、ファイト。え、何本？2本。うわ、うわー、100人当てられたよ。大丈夫、いやいや、待って、ここで頑張れ、頑張れ、いけるよ、ここ。危ない、ガチで。ここ今、ここの方がゆっくり、あ、有利やで。え、勝てるで、ここ。やばい、これ。あ、ハイグラ取られたよ、ここ。大丈夫そう。めっちゃいいよ。いや、ここからどう巻き返すのよ、ここ。あ、ここ危ないよ。イモリが得意やね、ここって。あー、リセットしましょう、じゃあ。一回リセットしましょう。オッケー。レディー、ファイト。はい。
うわ。じゃあ第1回戦目はエイト先輩の勝利。じゃあエイト先輩8位になって、はい、おめでとう。はい、やるわ。今の気持ちは嬉しいです。え、ココは大丈夫？ココ何取り、何ぐらい取りたい？敗者から、まあまだ戦うけど何ぐらい取りたい？ココは、まあ、今7位くらい。オッケー、頑張って、バイバイ、おめでとう。ありがとうございます。